バクロック。ワコックマン、ワコツです。ワコロック。ワコロックマン、ワコエワ。ワコロック。折り返しですね。ワコツです。寒くなりましたね。急に寒くなって、ガリガリ君の当たり棒を交換してないのは、来年に取っとくしかないんですかね、これ。ワコツです。やるか。このカウントダウンで消える足場って6、ロックマン6か。プレイはしたことないけど見たことあるぞ。ワコツです。サバちゃん落ちてます。サバちゃん求めてる。ワコトゲザ。サバちゃん熱くなる。なんだろうこれ。ストツーだな、これは。そんなことはさせないぞ。わあ、知らねえ、知らねえ、全然知らねえ。わこつです。どっから行こうかな、これ見たことないやつしかいないんだけど、プラントマンとかザコでしょ、これ。ザコの匂いがプンプンする。こっから行くか。143センチ、身長143センチ。ワコツです。まさかワイリーがボスじゃないなんて。やばいやばい、カブトムシが来た。当たんね。うわあ、なんだこいつ。バッタがいるぞ、バッタが。あれなんだ。一体何リーなんだ。一体何リーなんだ。謎は謎すぎるな、これは。よいしょ。よかった。まさか、ちょっとびっくりした、今。エディがリセマラ禁止してきた。マジで？すげえ、こっち来る、すげえ、こっち来る。当たんねえ。あれ、これは、これはどうしたらいいんだ。何こいつ、あ、困る。めっちゃ寄ってくるな。寂しんぼがな、寂しがり屋なのかもしれない。あ、なにこれ、バネ。あ、バネだ。やば。うわ、これ殺しに来てない、これ。あ、全然平気だわ。
わ、また出た。こいつどうしたらいいの。おい、こいつ、こいつ厄介だぞ。あのパンチゴリラどうしたらいいんだろう。ああ、なんか今日ごめん、ちょっとぼーっとしてるかもしんない。今日はゲーム下手かもしんないな。なんか頭回ってねえんだよな。こいつ、うわあ、近づくとパンチしてくるのかこれ。違う、何、なんだこいつ、どうしたらいいんだ、なんだこいつ、すげえ厄介だな。うわあ、ピラニアが、ゴリラ前からこれ、急にピラニア来たな。今回あれだよね、万の単位がなんか国別なんでしょ、なんかオープニング見る限り。何、何国なのこれ、プラントマン。ジャングル、ジャングルだよねこれ。なんだよ、何これ。なん、どういう、どういう動きをするんだこのゴリラは。動きが全然危ない。あ、リフトだ。リフト、あ、リフト。あ、あ、なんか、打つと、打つと開くタイプのリフト。これ乗んなくていいやつだな。ああ、ご飯だ。あ、こ、あうー、いつも食べてるあの回復の白いやつって、植物だったんだよね。ここ難しくない？これ。このゴリラを倒すために特殊武器が必要だわ、これは。だからあの、ゴリラを倒しやすそうなボスに先に行こう。これはね、こう弱点が顔上にあるから、この上に飛んでいきそうなウィンドマンとかトマホークマンとか、うん、トマホークマンとかいかにも、なんか、あのね、なんだろう、8方向に飛んで、それでコストが安そうな、ロックマン的に。あのね、え？え、ガンマンいるよ。トマホークとは一体。トマホークとかなんか斜め打ちできそうな感じがする。斜め打ちできそうな感じがする。ウエスタンだから。でもなんかガンマンの人とトマホーク投げる人はなんか対立してそうなイメージはあるけど。ゴミ武器のあるのかな。ゴミ武器のあるかな。あ、ワイリー乗ってるこれ。
あれ？あれ？これ壊すの？あ、壊すんだ。壊れた。うわあ。びっくりした。急なドリルだな。お、ニセマラ対象。ニセマラ対象アイテム来た。だからなあ。あ、これラッシュコイルある。え、ラッシュ犬サボり、これ、え、犬サボりなの今回、マジで。おお、飛ぶのかこいつ。
植物だったっていう衝撃なんだけど、これ。こんちゃ、あとはノックバックも一緒にしてくれたら最強だったね。そうね、危ない。危ない、どうすんだこれ。いや、オッケー。ほっほっ、うわ、危ねえ、届かねえよあれ。そうなんだよね、このノック金ってなってノックバックしてくれない、あれちょっといただけないですね。ラフレシアマン回復の花とな、何お前それリーフシールドじゃねえか。リーフシールドだよな、そう完全に。待って待って待って、トマホークで貫通するから大丈夫。キンって、やっぱり植物、やっぱりこれ対空用なんだこれ、やっぱり対空用、対空用なんですこれ。リーフシールドだと弱点機じゃね、伐採できず。フラワーシールド、やっぱり火だったか。着地後に飛ばす感じだなこいつ。いやでも待ってほしい、雑魚なのでは。雑魚なのではこれ、雑魚なのでは、雑魚なのでは。パターン入った、見切ったわ。ちょっとね、ウッドマンを見習ってほしいねこれね。ウッドマン見習ってちゃんと上からも落とさないと、敵攻撃をね。やった、ユーゴットプラント B。 あ、犬来た、犬来た、犬ラッシュジェットアダプター、アダプターもらってもラッシュがいねえんだけど大丈夫かな。あ、なにこれ、ニコちゃんマークが出た。あ、ラッシュジェットがあるから隠しいけるよマークなのかなこれ、もしかして。なんかあるのかな、行ってみる。あー違うな、トマホークマンの方だな、行けなかったところがあるの。じゃこれもなんか隠しステージもコンプしたよマークかもしれない。おいすおいす、逆かもしれない。あ、はいはい。で、植物に弱そうなのはなんだろう、ワコロックです。センターマンがいる。センターマンって何これ、センターマン真ん中分けの ケンターマン、セントールかな、セントール、ケンタウロの、ケンタロスなの、ケンタウラ。植物食べちゃうよな、植物食べちゃうでしょ、植物切っちゃうでしょ、植物切っちゃうでしょ、植物燃やしちゃうでしょ、植物枯れちゃうでしょ。じゃあこれこれしかないのでは、植物はなんか風に揺られて、植物は風に揺られて、あのなんだろう、あのね、花粉を飛ばしてくれるから、いや花粉を飛ばしてくれるからむしろこっちに有利。さあ絡まる、ウィンドマンでしょ、でも風マンってことでしょこれ。じゃあ行ってみよう、風マン。エアーマンじゃダメだったの、あ、エアーマンの出力が2倍になってる。水と風は100年かけて森を育てる。あ、パンダだパンダ。柳はなびくので風で倒れ向いてきな。パンダだ。そのマイクラにパンダが来てました。
て、これ壊れるかな。プラネット B では壊れない。なんでタイムリーな。あれこれジェット、あれラッシュジェットアダプターってもしかしてラッシュと合体するのかこれ。もしかしたら。お、なんだ。ああ。プラントバリアなの？お。なんかラーメンのマークあるから実質ラーメンマンでしょこれ。うわむずい。あいて。タイミングむずいなこれ。ああ殺しに来てる。あれだ。トゲにさ、うおーい、なになになに、すごい上に飛んでた。最初からだこれ。分かってたのに、我々。すげえすげえ飛んでったよ上に。ジャンプしちゃいけなかった。あ、分かるけど、このちょっとジャンプするぐらいだったら平気かなと思ったら、ヒューンって飛んでった。すげえ飛んでった。30分延長しました。こいつずっとなんかあれだな。でも家庭用だから軽いんじゃない？おっと。ひらめいた。踏んだ瞬間にもう次行かないとダメだ。あ、ジェット案件。ロックマン6。ジェットロックマン。犬要素消えた。おいおい、ちょっと待って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 。コード制限ありこれ。コード制限あり。かっこいいけどさ。エネルギーすぐ回復するのいいね。あ、コード制限ありかでも。あ、スライディングできねえ。からの、Z 状態で、シルバートマホークは無理か。さすがに。そこまで甘くない。これ Z 案件。お、合体。されるだけではなくオプション扱いにされたのか。まあ犬は人権がなくなったってことだ。もうこうやっていけるんだな。犬なんていらなかったってことだな。鳥の方いいんじゃねえかな、合体するんなら。犬は歩いてくるの大変でしょ。鳥だったら飛んでついてこれるよね。何飛ばしてんだこいつ。行って。パイロットインプスにこんなのあったな。行って、入ってこれまい。マンだっけ、ウィンドマンだっけ。なんかラーメン柄があったりパンダがいたりするのは中国モチーフなんですかこれ。そういえば6は足りるのかな。いるんじゃない。なんかタイトル画面じゃなくてパッケージ画面みたいのにいなかったっけ。あ、これジェットで取れちゃうんじゃない。いや、いいっていちいち出てこなくて。
元じゃなかったっけ。ほうほうほう。ツインエアーマン、あ、吸い込むぞこいつ。吸い込みマンだ。おや、聞いて、待って、待って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 、え？え？そんなことある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 ？待って待って。え？何も起きなかったぞ。じゃあシルバーとも。ガンは強かったようだ。つまりこいつは中国製か。爆発しそう。かなかったか。爆発させて、あのウインド先行者強い。あったな。あ、お、効かねえこれ。あ、ダメだ。こうなったらジェットアダプター、はーはーはー、後ろに回り込む。使いづらい。意外とありかもしれない。あ、溜め込んできねえのかな。あ、うーん、違うな。できないのも辛い。辛いな。思ったよりも使えるかと思ったが、そうでもなかった。トマホークかプラントのどっちかが効きそうなやつがいいんだよな。じゃあケンタウロマン、これあれでしょ、馬的な立ち位置なわけでしょ。じゃあトマホークでブンってやっつければいい。トマホーク投げればいい。狩りだよ狩り。ケンタウロスマンじゃなかったっけ。狩りだよ狩り。え、水？馬なのに水？馬マン。馬なのに水なの？これ下行けそうじゃね？プール調教してるのかな。ハンママン、わらわら。あ、顔が世界観がわからん。これどこなのこれ。これ、ワープ下行くんじゃない。お、あいつ。ギリシャなの。ギリシャ。ギリシャは水で暮らす。加減難しいな。また加減難しいな。これジェットしちゃおう。水中ジェット。ジェットだったらこう高度制限。あい。ケンタウロスなのか。わら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 、知ってた。あ、そういうこと。アテネったら水っぽいじゃん。そうなの。やったぜ。アテネは水っぽいの。うさ、後ろの背景が神殿の塔に見える。阿弥陀くじじゃない。この高度を手加減するのが難しい。あ、意外といける。意外といけますね。
者は半島の先っぽなので海洋国家。なに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 、どういう仕組み、どういう仕組みこれどういう仕組みなの。技術力すげえな、ギリシャ。え、ギリシャの技術力やばないこれ。村人マニア撮ってるのかな。でもライト博士はどうしてトゲ対策をしないのだろうか。コストがかかっちゃうからね、やっぱりしょうがないんだよね。果たして何の意味があるのか。何？なんだそれ。金ってなる。サブスキューありがとうございました、はい、金ってなるけど、顔くれ顔、顔いい感でいいや。多分死んでもいい感は残るだろう。コンテにしてもきっといい感の数は残るはず。あ、エビフライじゃなかった。うわ、いい感してますね。そうっすね、いい感で、いい感、はははは。あ、いけた。なんかクラゲが落ちてったな。あ、確かに神殿の柱っぽいのある。イカだ、イカ、イカ、イカだ、イカだ、イカ、イカ、イカだ、イカ。はい、下行きましょう。二択だ。まさかの二択？二択ってことは上の方が楽でしょ。今日は笑いに厳しいな。ははは。トマホークが、外れだったら何が来るんだろう。トマホークが火を吹くぜ。シルバートマホーク、シルバートマホーク聞いてるこれ。何、下だと沈んでたりあるかも。プラネットバリアー、プラントだ。プラネットじゃねえや。ちょっと待って待って、出ない出ない出ないんだけどなんで出ないのバリア出ないってどういうこと。下は水中船かな。下水中船かな。これどうしよう。ブリザード行ってみるか。トマホークでも割と効いてたような。本当？じゃあ連射できるからトマホークでいいか。でも無敵時間とかあるよなきっと。トゲをどうするかなんだよな。ここここ。もう事故りそうで怖い。あぶね。あ、いけたいけたいけた。あ、トゲエリア抜けた。心臓に悪いトゲ。いや怖いですね。ほんとなんでトゲ対策しないのか。ワイリーもトゲマン作ればいいのに。まずトゲマン作れば最強なのにね。あ、やばい、タイミングが。ここだ。
ニードルマン会えたな。ニードルは針なんでダメなんですわ。アトムトゲ対策するけど回数制限あるんだよな。やっぱコストがかかっちゃうんだな。イーカンの数って、あ、増えてる増えてる。じゃあリセマライーカンにしようかな。 M か、うん、顔もいいな。顔にしようかな。顔にしよう。何？こいつ厄介だな。無視していいんじゃね？あ、無理か。あ、無視で、無視、あ、できる。下行ってみる？試しに。ステージ自体はトゲ以外割と優しめ。そうね、トゲ以外は帰れる。帰れない。あ、何も変わんないよ。屋内になった。屋内何も変わってなくない？これなにが違うんだこれ。いや待て、これやっちゃったかな。これは、は、消えた。なになになに、どういうこと、どういうこと、なんで消えた。これあれかな、もしかしたら上ルートだとクリアした時に何かあるとかなのかな。下来ちゃったな。水柱っぽいのから出てきた。そういうこと？とりあえずあの雑魚っぽいですね、こいつも。こいつも雑魚疑惑が。なに？急に消える。上だと消えないのか？もしかして。ん？なになになに？なにそれ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 ？わかんねえよ。ザ・ワールド。あ、死んだ。時止め能力者か。瞬速を時間で表現するべきな。フラッシュみたい。閃光高でロボットを麻痺させるんだったかな。あー、受けられない。それブライトマン。もしかして上ルートだとこれができないのかな。仕組みはわからないけど、とりあえずこいつジャンプできねえから。なるときにここにいるとピッキンってなんないのか。よくわからないけど上のステージだと隠しボス扱いらしい。そうなの？
か真ん中にいると時止めしてこないよね。じゃあ勝ちじゃん。なんだ、あの、この柱のところのパワーでピキーンって止めてくるのかな。またがって後頭部に蹴りかませたら余裕そう。わらわら、位置見るとケンタウロスマンやべえな。なんや、なんや。もう分からんかったな。ユーゲット、シーフラッシュ。あ、フラッシュ系でしたか。フラッシュ系。なんだこれは、どう使うんだ。分からんな、これは。じゃ、もう一回行って、隠しボス系のケンタウロスマンをやっつけてみる。何かをもらえるかもしれない。あ、ペロポポン。ハイタニさんがオンラインになりました。簡単だから道中。逆に飛びもこうわざと食らっちゃえば簡単になるんじゃね。これお6は一度クリアしたステージも再度いけるんだ。え、ワンからじゃない。ワンからいけたような気が。2からだっけ。なんかいけたよね。あ、嘘嘘嘘。どっからだ。刺さっちゃった。X だけの使用かと思った。うわ、残機なかった。この水空気より軽いぞ。そういうことか。逆だ逆。重い空気なんだ。毒じゃね？何かの機体なんだね、あれね。水より重い。ロックマンロボだから、あの、呼吸しなくていいから平気だけど。なんだろう、水より重い機体って何？ああ、気化した金属とか。気化した金属大丈夫かそれ。やっぱトゲが厄介だな。液体と気体じゃ勝負にならなそう。ワンミスで死ぬのはきついな。やっぱわざと当たっていく形式がいいのかなこれ。ほっ、体力持たないなこれ。はい、うそうそうそう、倒しちゃった。わらわら、なんか平気になるものないのかな。ゴリ押し、わら。まだちゃんと狙って、ちゃんと狙った方がいいな。わら。ワンミスで死んじゃいはするけど、ちゃんと狙った方がまだワンチャンある。ああ、顔。危ねえ、ギリギリだった今。顔。よし、抜けた。
どんは麺食え。ほわっ、これで。リセマラは、リセマラも買おうかな。水しぶき下に上がってるじゃん。リセマラ買おうかな。いやでもいい感じ、いいかな。いい感じ、いいかな。いい感じ。え？審議、ははは、ははは。ほら、笑うせ入れて処理しなさい。ははは。そのダジャレいい還元にしろ、わらわら。うわー。オッケー。それで上にいるやつをやっつけに行こう。柱が一箇所しかない。右側に柱がないぞ。ってことは右にいれば安全なのでは。いや、やってくんじゃん、お前。消える。コーニングは道々の大きいのにつきそう。消えるの何なんだ、こいつ。消える。ああ、踏まれた。真ん中立ってればいいんじゃないの？多分そうなんだけど、ワープしてくるとさ、あれ真ん中立ってるとワープもしてこない？ワープしてくると避けなくちゃいけないじゃん。距離によるのかな。これ消えたらどうすんだこれ。マジで。思ってたけど違うのかな。これ当たっちゃうんだよな。なんかワープしなくていいやみたいに歩いてくることもある。気分なのかな。やったぜ。何が違うんだこれ。下と何が違うんだ。ファミ通の攻略情報ですか。 You get C フラッシュ and beat T パーツ。パチパチパチ。 C フラッシュも持ってるよ。これあるか、隠しでクリアするとおまけがつくのか。あ、 T って出た。鳥が来た。鳥、ケンタウルスマンはプラントに効くかな。食っちゃうよな。うーん、馬だからね。馬だから植物食うと思うんだよ。あとナイトね。ナイトとケンタウロスマンは関係性ありそうだよね。どっちが強いかなってとこなんだけど。時間止めるからまた風かな。風かな。いやでもナイトも落馬したら死ぬから。いやーでも歩兵かもしんねえな。風かな。騎士が従えてそうだしな。そうだよな。風行くか。じゃあまた風。山とかないとかな。あ、風来ちゃった。
鎧を斧でパッカーンできそう。当たんねえ。高いイメージなんだね。パンダマン。あれ？ T ってもしかして4つ集めてビートって並べないと鳥が出てこない感じ？もしかして。マジかよ。ロックマンに。インフォ3、30分延長しました。メイト。ロックマンと合体して存在価値がなくなった犬と違って。鳥はま、もう、そこまで価値が上がってしまっている。犬の4倍の価値があるってことだよね。鳥は。犬は1ステージクリアしたらもらえるけど、鳥は4倍。あ、ちょっ、あ、だびっくりした。またラスボス用か。コストがずっと頑張ってきた犬へのこの仕打ち。パンダ無視できんじゃねこれ。さすがにそろそろ楽させんとな。倒した方が安全だなこれは。やべえ。してきてんの。鼻くそ？結構黒いね。おい。パンダの黒い部分。漢方。漢方？黒い部分って鼻だよね。パンダの黒い。パンダにトマホーク効くぞ。これボスにもトマホークは効いてなかったよな。当たんねえ。うんでしょ。うんこなの？あれだ、ジェットだ、ジェット。パンダの中に潜むドス黒い何か。可愛いパンダ頑固なんかするわけない。なんだかんだ猛毒。よしよし。
届くじゃん。じゃあここでポーズして、もう 6? もう6シルバートマホーク。でもパンダって意外に目が怖いんだ。白黒でごまかしてるんですよ。昨日何食べたかのパンダマン。まあ元はクマですし。はっ、あ、聞いてる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 。これいけますね。お死ねー、光るだけで死ぬ。今もクマなんだよな。やはりジャイロの系譜だったか。光るだけで死ぬ。ジャイロの系譜だから止まれば死ぬの。聞いてる聞いてる。ドクターワイリー発想豊かだよね。いろんなロボットって。ユーゴット。ダブルストーン。ウェアーマンじゃねえか、やっぱり。まっすぐ飛ぶウェアーマン。ここでトマホークマンに一回行きます。優秀なのか。トーホークマンの道中になんか届かない届かないはしごがあったんですよ。何もマークがないのが気になるよね。いや、あの届かないはしごがあったんですよ。あれをこうジェットでこう、ヤマトマンこっち行けんじゃね。あ、無理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 。こっち右行けないのこれ。トゲを越えたらいけるみたいな。とうとう飛べるように。
え、下？え、なにこれ。左に行けそうだね、何かがあれば。1号があれば、ね、左に出る。パンチなかったからな、ワゴスマン。リリーは棒をくるくる回して炎を飛ばす。飛ばすね。あれは謎だね。なんで炎が飛ぶんですかね。炎はどこから出るんですか、まず。ビリーの炎は。持ち手から出るんだったら、やけどするし。空気摩擦。空気摩擦なの。空気摩擦なのかね。あれ、棒に発火装置ついてるらしい。だからその、棒の発火装置がどこについているかという。棒の発火装置がどこについてるかという話なんですよ。棒の先っぽについてたら前には飛ばないでしょ。周りは棒ってなるけど。ま、なんだ、なんか飛ぶのは謎。飛ぶのは気合いなのかな。それ言うたらロックマンのバスターが可変なのも変じゃん。うわー、顔が、顔見せる。ヤマトマンはヤマト、じゃあこう神風を神風でしね。神風当たんねえ、効かねえじゃん。神風で負けるのか。何が効くかな。シルバートマホーク、あ、効いてるんじゃん、これ効いてるんじゃん。腹切りすき焼き神風。あー、当たった。トマホークに弱いのはどういうことなんだろう。あいつもどうやって飛ばしてんだよ。見たことない武器でござるって死んでる。変な動きすんなこいつ。やったぜ。アメリカに戦争で負けたからかな。そういう話。こう言っちゃなんだけど、アメリカでトマホークを使ってた人じゃないんだよな。必要に負けた。斧を投げるとか聞いたことないでござるかもしれない。聞いたことないでござるよ。なんで斧を投げるでござる。さあ、このヤマトはじゃあ逆にナイトにはいけるんじゃない。アメリカには負けるけど、東に西にはナイトには勝てるみたいな。あれ、まず槍なの。日本が負けたのはトマホーク使う人を迫害した人たちなんだよ なんだよな。ロシアに喧嘩売るのか。武士道が騎士道に負けるわけがない。これ開かない。お、金ってなる。なにこれ。エレッドスネークカモンみたいな感じ。なんだこいつ。うわぁ、釣り天井系だ。え、これいける。バツ丸みたいな顔しやがって。バットバツ丸。エリクサー頂戴的な。死ぬんだけど。死にない。ああ、急に諦めたな。あ、もういいわ、行ったわ。死なやす。
かこの回転するのよく出るけど、だから持ち上げるのが辛かったんや。ライト博士がトゲ対策さえしておけばよかったもの。回転するのよく出るようになってきたけど、ベルコンやめたのかな。ね、なんか昔はベルコンだったのに。はい。何？顔でいいだろう。ミスター X はそういうところ新進気鋭なんすよ。なるほど。さすがミスター X。これあ乗れそう。この学帽乗れそうじゃない？これ乗れねえのかよ。乗れそうな形しやがって。多分特許関連でトゲ対策できなかったんだろうな。あーそういうことか。で特許量が高いからトゲ対策するにしてもちょっとあの回数制限があるから、そういうところだな。降りていいのか。うわーうわぁ、なんだこれ。多分取っ手はワイリーが持ってる。すげえ弾むぞ。あ、下行けそう。下行けそう。下行きたい。マジか、横波最低だな。困るみかな。そうか、ホーム部が強かったのか。敵がらいな。盾持ってるずるくね。おい、なんだそれ。鉄球、投げ鉄球。チャン後半みたいなやつだ。よし、ここで、さっそうと、この、V スピア、やっぱり、スピアだこれ。ヤマトスピアかこれ。槍か。槍なさじゃないの。なんか日本、槍のイメージあんまりないんだけど。槍って、まあ、使うだろうけど、当然、あ、聞く。おいおい、ナイトがやることかよ。汚いぞ。聞きますね。あいつ足軽だったんじゃ。足軽だったのか。刀より槍のが強かったのか。足軽だったの。じゃあ槍だわ。一番槍とか言いますやん。いや、じゃあヤマト。まあ足軽だったんじゃしょうがない。やはりナイトは格が違った。足軽だったのか。わらわら。ハンマーとか本物の騎士みたいな武装を使うな。ブリザードマン、足軽。ブリザードマン行こうか。じゃブリザードマン、ブリザードマン。待って、ブリザードマンは多分炎に強いので、こいつを先に倒すべきなんだ。スキーマン、あ、出た。3だ。3、何、元気玉。炎に弱そうだけど、わら。でもは首飛ぶときに使う装備だし、植物が炎に弱いだろうから、ヤマトマンが弱点かな。植物が炎に弱いだろうから、炎は霊気に弱い。うーん、左なんかあったけど壊せないんだな。なんだこのハンマーでブロック壊せるのかこれ。西洋ハンマーで、あー火で溶けそう。火で溶けそう。これ鉄球いけない。弱点言うのは不遂やぞ。思ってるもこの鉄球、思ってるも小さいな。これな、
ってるの小さいんだな。マジで。でもゼルダだと風で火を消すよね。じゃあこの割れてるのに試しにこの鉄器をこう、おお、スルーするね。これ当たらないね。何で壊れるんだこれ。ヤマトスピア、トマホークもダメだし、植物で、ダメだな、これ。まさかの風で壊れる？わら。溶かすんか。溶かすのか。え、炎が最初がいいの？じゃあ。壊れるブロック結構あったよね。お、潜水艦。何、そういう使い方する？潜水艦そういう使い方しちゃう。危ない。トゲがある、トゲがある。わかった。フレームマンに行こう。これもフレームマン。インドマン。わらわら。インドマン。潜水艦に銃座がついてるとはいかぬ。テレポートしそう。ヨガファイヤー。手伸びそう。これ踏んでいいのこれ。フレームマン実は爆破系とか、ヨガー。あ、爆破系の可能性ある。確かにエリプトっぽくもある。爆破系の可能性あるな。うわ、オイルだった。マジかよこれ。オイルなのこれ。危ない。オイルパワーでやられてしまうな。じゃあオイルマネー、マネーイズパワー。おシュコ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 進む。これいいですね。あ、やばい、やばい、燃やすな。お前やめろ。あ、ちょっ、あれ、え、左向いてると左に行くのこれ。ダルシムより破壊よりだった。左向いてると左行くっぽいな。燃えっぱなしだ。デンジャーな柱とか怖くない？え、これいける？即死。まあ、飛べばいいんですよこれ。あ、これひっくり返さないと。繰り返さないと足場になんねこいつ。あー、向いてる方向に行くなこれ。燃えっぱなしやめろって、燃えっぱなしやめろって。
ロックマン1に出てこなかった、あいつ。ハイヤーマンみたいな。だよね。右のおっさんはワイリーですか？え、ドクター X でしょ。ワイリーは、ワイリーはもう改心したから。危ねえ。ワイリーもう悪いことしないでしょ、さすがにもう。いいえ、ドクター X です。あ、やばいやばいやばい。あー！ワイリーは改心したから。どう見てもドクター X。ドクター X ということは米倉涼子ですか。どう見てもドクター X。じゃあ届かねえんだけどこれ。まさか6回も悪さするやつおらんやろう。おらんやろう。即死結構激しいね。ロックマンの6という記念すべき地に悪さはせんじゃろ。あやばい、あ危ない。いつだって2回目には許さないのに6回とかないわ。そうだよ。3回目までは許すぜ。時計の顔も3度まで。砂は許すけど小石は許さないっていう意味に違いない。インフォ3、30分延長しました。ロックマンがとどめ刺さないから問題起きる説。サンドアールってゲームなかった？仏の顔でサンドイッチ。仏の顔でサンドイッチ。わらわら。これ。サンドアールかな？あるある。二度あることはサンドアールっていう。ああ燃えた。1回目で起こるレベル。あ、燃えてもいい感取れんじゃんこれ。別に。ははは、とどめ刺したら同じになるとかいう信念持ってるんだよ。やめろ、燃やすな。あ、飛んじゃお、死にたくない。せめて監禁しとけ、わら。死にたくない。死にたくない。土下座している人に止めさせたら世間の非難が怖いからね。で、この炎マンに効くものは何だこれ。じゃあ風で消す。風で炎を消し飛ばす。ペレペペペペペーン。ターバン、ターバン当たる。当たらんぞこれ。あ、あ、効く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 。めっちゃ効く。効くやんけこれ。ロボット三原則で人を殺めちゃダメなんだよきっと。風で死ぬやんけこいつ。風で。あれ、じゃあ氷を溶かす方なの？じゃあ逆に氷を溶かす方なの？人じゃなくてドクターだからセーフ。インド暑いからな。そうだね、こいつの炎焚き火波やんけ。めっちゃ弱点だった。偶然の投下。ラッシュパワーアダプター。めっちゃ弱点だったな。ブリザードマン、肥満。
雪だるまん。これ、これ火で消えるんだよ。パワーなんちゃらでブロック壊せそう。ラッシュパワーとやらで岩壊す？そうね。パワー、パワー、パワーアタックで。まずでもこの氷柱はさすがに火だと思う。消えた消えた。ここで、ここでジェットで飛ぶ。よし、顔をゲットする。飛べない。なんで？飛んだよね今。飛んだよね。飛んだよね今。ちょっと納得いかないな。でもめっちゃ吹かしてるんだけど、わーんって。途中から発動しないとダメ系？噴射してたね。落下には勝てなかったよ。落下を止めるほどはなかったか。落下の歓声が強かったか。もう左にスレスレで左に、うん、そう、そういうことね。スキンなんだけど、でこれをパワーアダプター使ってるけど平気。ガジン。パワーロックマン。おお。ダイダスかっこいい。パワーこそ。パワーイズパワー。ドンドン。待って、滑るから役に立たないかも。射程短えな。酔わない。射程めっちゃ短い。大筋になってしまった。ストロングイズパワー。ストロングイズパワー。ドン。防御力は上がらないのか。ドン。当たんね。ドン。攻撃力も上がってなくね、これ。船内入れる。船内入れないんかい。入れるけど、入れるけど思ってたのと違う。多分トゲに刺さるってこと。さっき刺さったもんね。八ボス全部行く前にプレート集めないともう戻ってこれないのかな。え、そんなことないでしょ。いつもの感じだとこの八ボス倒すと真ん中のロックマンの顔がドクター X ってなって、それ選ぶまでは他のステージ行けるから。うわぁ、なんだこれ。つまりロックマンはドクター X だった。いつもは、わら。いや、まあ、ドクター X 初めてなんでちょっとわかんないですけど、今回 X じゃね。スノーマン、なにあ、この癒し系攻撃なんだこれ。全然痛そう。うわー、癒し系なんですね。とりあえず炎で溶かしましょう。滑れよ。炎で溶かしましょう。
ドゴン。ほんと滑れよ、わら。滑ったら転んじゃうじゃん。まあ転がった方が安全かなっていう。うわ、なにこいつ、なにこれ、え、結晶振ってるだけやん。滑ったら危ないだろ。え、むずいんだけど、むずいんだけど、どうやって受けんのこれ。どうやって受けんの。危ない危ない危ない。けど当てにくい感じか。ジェットでいいのでは。ジェットか、確かに。X X 出ちゃったな、まあ、行かないけど。マコックマンです。マコックマンです。違う、それはあの、これパワー、今ね、悪魔女ってどんな曲だろうな、どんな曲だったっけかなって思って口ずさんだら、あのあれが出てきた、魔界村が出てきた。お、パワー、パワーこそパワー、パワー、パワー、パワーイズパワー。おー、ナイスパワー、ナイスパワー、パワー。待って待って待って、危ない危ない危ない。パワーで押し出せる。パワーでいけちゃうな。パワー超いいじゃん。パワー、ガーフだ。こんなやつとは全部理ですわ。ガーフ、パワー、届かねえ。パワー、パワー、パワー、あれ、そんな、パワー判定、わらわら。殴れば全部解決する。ガーフ陣、これ殴れるのいいね。危ない、危ない。いい感じです、俺。いい感。物理で殴る。パワーで、パワーを貯めて物理で殴る。何？やばい。頭いいから力が通じない。マジかよ。頭いいから力が通じない。そんなの、そんなのある？インテリには通じない。インテリには通じない。いい感だ。いい感マックスだ。食べちゃおう。多分これ2桁だけど9でマックスじゃん、いつもの。数が2つある、2桁用意してるけど実際に持てるのは9個までっていう。知恵の力ってすげえ。すげえな。危ない。で、パワーアタック。まさかこれもパワーでいける？おお、パワー、パワーイズパワー。やはりパワー。何でも食べちゃうな、パワー。頭いい人には勝てないけど。
やはり手より力、手のひら返し。やはりパワーは力だな。力こそパワー。力こそパワー。戦いは数だよ兄貴。これで鳥が揃った。やはりこのビートがね強すぎたから、あのドクターあの X か、ね、ドクター X もビートやべえなっつって分解したんだよこれきっとね、4つにこれを集めることでなんと鳥がトリガーになっているとは。違う、これじゃない。ドクター X、一体何者なんだ。わら、うまい、正解したぞ、正解だった、わら。ドクター X、一体何者なんだ。あ、当たりだったか。何？聞こない。直接殴らないとダメか。はぁ、やはり力。一体何人なんだ。これ飛んだらトゲ刺さるよねこれ多分怖いんだけど。あー欲しい。ワイヤー。パワーワイリーは改変したのにドクター X のせいで風浪被害が。え、絶対許さ。待って、これいけんのか。無理だよね。え、え、あ、このビルの中いけんのこれ。どうやって行くんだ。トゲやばくないこれ。あからさまに割れてますね。まず飛ぶ少女。最初からだ。飛ばずに殴るのかな。スライディングとか。ワンコの出番。ワンコはもういねえから。ワンコし、ワンコ死んだから。届くのかな。もしくはパワーなくてももうボロボロだからパワーなんてなくても実は壊せるとか。当たんねえ。シルバートマホーク。うん、強い。トマホークブーメラン。わらわら。なんかもうめんどくさくなったからジェットしておく。わら、あ、わらわら。え、はあ。はあ。あ、無理。あ、顔、あの顔を拾うことはできるのか。あの顔を、無理だな。ジャンプせずに殴ってみよう。拾うのはあなた。届かない。拾うのはあなた。
てえ。ジャンプしないと無理じゃない？無理今。Z で行って、どうすんのそっから。開いてんの？もう、むしろ。切り替えできない？いや、切り替えた後に、貯める時間がない。やっぱり、あぶねえ。やっぱりこうジャンプせずにビートでいける。ちょっと壊しといて、あのガラス壊して、あのガラス壊して。こいつダメですわ。なにすげえ殴ってる。なんだ今の。取り物。すげえ殴ってたな。所詮取り畜生。当たった。もわからぬか。当たった。これは、壁壊れっぱなし。ということはジェットでいける。やったぜ。危ない。よし、やっと来れた。これいるか？この回復、シルバートマホークの回復だけしといて。エネルギー回復だけ？もしかして。いや、まさかそんな。そんなことない。おお、顔だ。顔がいっぱい隠されてた。ボスじゃん。近道だこれ。リフトに乗る系か。違う、リフト系だ。相手がリフトの系だ。これ。これ効くな。どういう動きしてんのこれ。逆回転してんのか。金ってなるな。金ってなったり、金ってなんなかったりするんだよな、これ。何これ。これは上下じゃないとダメなんだな。マジか。いい。上に打てるものなんて出てきた今回。ナイトシーみたいな。上に行けるのある？行け。鳥は無能だな、これな。鳥攻撃しねえのか、今回もしかして。じゃあ分かった。このバリアでこう、下から。正解っぽい。やったぜ。鳥何しに来たの？鳥は呼ばれたから来たの。笛なんか、口笛聞こえたからしょうがない。ペットだからね。見学やろ。実はパワーで横から殴るのが正解。ええー。とりあえず来た。結局パワーなんですか。結局パワー。
カリパワー。鳥は雑魚よ。鳥、羽できた。あ、なんだここ。危ない。敵熱湯にも殴れるんじゃね。確かに。おお、落ちてきた。ネットぶっ壊せるよね、多分。うわー、パワーにしちゃおう。パワーは正義だったか。かわいい、パワー。ほら、あれ。ほら。吹き飛ばせますね。熱湯と吹き飛ばせますね、これね。ただ、相手が相手頭良くねえか、これ。相手頭いいな。相手頭いいぞ。マジか、お前。やはり、知恵には勝てない。メットル頭良すぎでしょ。アンチ待機、届かねえ、わら。落ちる落ちる落ちる。そうだけど、ありそうだけど、おや、積んだのでは。積んでない。あ、殺しに来てる。メットールが殺しに来てる。ああ、なんかメットごとぶっ壊せるもんないかな。鳥だな、鳥。そっちのクラクションか。待って、もう今ジェットプラス鳥の気分だったわ。違うわ、鳥は鳥だけだわ。
これこれあれ何あのタイミングさ、叩き落とされた、わら。あのタイミングやべえな。鳥の追撃優秀すぎ、わら。で、鳥ちゃんと倒そうと。後方から。そう、鳥をちゃんとね、対処しても新しい鳥がどんどん出てくんだよね。やべえな、やっぱり鳥が強いんだな。鳥には鳥で対抗しよう。これだな。やべえな。とりあえずリカバリー、リカバリー。ここは上行った方が安全なんだな。取れないから、とりあえずパワーでドンって蓋して、こっから取り、カモン取り頼むぞ。あ、有能有能、超絶有能、有能すぎる、有能すぎる、有能すぎる。鳥強え、やっぱ鳥だな。鳥なんだね、やっぱり。やはり鳥。内藤、内藤、出たな、ドクター X。 出て倒すんだ、これ。聞いてんのか、これ。聞いてるな、普通に聞くのか。ドクターじゃなくてミスターじゃない。ああ、ミスター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 です。あの、すいません、間違えました。失礼ですね、間違えるの。ありがとう、リッピー。くらえー、やったか。世界のロボットを使って地球を征服する計画は失敗だったな。だがロックマン、本当の私な、何、お前は諦めるやつと一緒にされたら失礼だよ。お前はなんだって。こいつわらわら。こいつは、なんだって、お前はまさか、なんてこった、なんてこった。ミスター X は、ミスター X はドクターワイリーだったのか。騙された。そしてこれだ、わら、実家。今回は和風の実家なんですね。衝撃的な展開だ。気づかなかったわ。気づかなかった。
これすげえ高いところにいるな。全然気づかなかった。全然気づかなかったマジで。いやびっくりしたね。まさかワイリーだったとは。まさかワイリーだったとは。思いもやっぱりグムは何回凝らしてもグムだったんだね。思いもやらなかった。見て。まんまと。まんまと騙されたぜ。ああ、ワイリー。ワイリー。やべ、ワイリー。ここに来てワイリー度が上がってきた。これが。六回挑んできたか。この初見殺しがワイリーなんだよな。裸踊りはよ。ね。平気で初見殺ししちゃうんだよ、ワイリーは。51回ぐらい挑んできそう。
カバエリを倒せば全部いいから。倒せればいいんですよ。うわ、この氷は壊せないのか。ドクターですよ。ドクター？ミスターとドクターがごっちゃに。倒せばいいんだよ、倒せば。あ、炭酸がある。なんだこれ。ドラゴンだ、ドラゴン。爆発する、爆発する足場撃ってくる。どういうこと？ダメかなこれ。ダメか。あれ？尖ってそう。パワー、パワーでいいんじゃない？パワーで。パワーで顔殴ったら気絶するでしょ、相手。ロスターワックス。力こそパワー。何？何？滑りそう。何？なんだこの炎を吐くタイミング。届かねえじゃんこれ。なんで届いてない。なーに？顔に届いてないな。じゃあ顔に届くやつで。あ、あるあるある。鉄球、鉄球。顔に鉄球ぶつけたらさすがにもうピオルでしょ。ハンマーみたいなもんですよ。はっ。実質モンハンだこれは。見てんのかこれ。ダメだなこれ。結局こうなのかな。結局こうなのかな。弾早いなこれ。チャージ強いからね。もう早すぎないこれ。氷河期的な意味で氷かな。なるほど。氷ってどれだ。これか。違う、これか。これなんだっけこれ。これ記憶にないんだよなこれ。 B アタック。あ、氷だ。ブリザード。ブリザードの B か。効かないな。やりやりやり。これ効いてる？うん？口開いてる時だけこれ。まさか。え？30分延長しました。え、聞いてないのこれ。それとも、わかったわかった。あのトマホーク、トマホーク。恐竜は強い。やったー、よかった。普通に強かった。弱点分かんなかったな。いや、パワーだと思うんだけどな。結局ロックバスター。マネ最強。槍当たれば結構ダメージ入ってたように見えたけど、なんかね、入んないんだよね。実家口が開いてる時しか槍が刺さんないとかかな。
パワーパワーパワーアタック。お、盾も正面からパワーで潰せる。やはりパワーチューチューとか言ってっけど、こっちだよね。いつもの、いつものは見なかったことですね。ジュージュー言ってっけど、こっちに行けるんだったらこっちから行けるの。なんか最近ジュージューをふーんふーんっていうこのさ足場さ、なんだろう、4あたりからかな、全部ショートカットで抜けれてる気がするんだけど、苦手な人が多いからなのかな。危ない。
何かの利権か？利権くさいですけどね。よりスマホの方が普及したからいずれそうなるでしょう。ご年配を考慮してチャージ型なのだけがネック。せめてチャージの限度額もっと上げ、いかやく、ね、利用者側としてはもちろんそうなんだけどさ、国が統一基準で電子マネー作って欲しさがある。なんかさ、こいつ何が弱いんだっけ。何が効くんだっけこいつ。あ、止めるんだ、止めるんだ。ジャイロのゲームだ、ジャイロのゲーム。あれ、来ちゃおうか。で、カードとかさ、もうそうなんだけどさ、リーダーが必要じゃないですか。その辺 QR だとリーダーいらないじゃないですか。何が効くんだっけこいつ。あ、アメリカだ。アメリカが効くんだ。アメリカを食らえ。アメリカには勝てなかったよ。決済でさ、なんか折り紙ペイとかいうのあるやん。あれなんかどんなんかなって思ってさ、サイト見に行ったらさ、氷だっけ、決済手数料がさ、見て、氷だっけこれ。折り紙ペイとかいうやつの決済手数料の最大がさ、こっから、え、こっからなの、マジで。なんかね、JCB の決済手数料の、さすが6回目、 JCB の決済手数料よりも、なんか JCB を使った折り紙、 JCB でチャージしたというか、あ、 JCB で支払う折り紙ペイの方が決済手数料が低くなるっていう、謎のなんか反転現象が起きてて、なんだこれ。あ、ちょっと急に方向変えないでくれ。これああいうのってさ、ちょっとどこでリザヤを得てるの。どうやって行こうかなこれ。クレカとかよりはなんかあれだよね。ちょ待ってよ。刺さった？ちょっとやり直そうこれ。こういうの、独自通貨を販売してるのと同じ仕組みですね。なるほど。まとめて売って、利用時にちょっとお店の売り上げ吸われるんじゃないの。え、だからそれの話。利用時にお店の売り上げをクレジットカードでなんか 3.24% とかだよね、クレジットカードで。ビザだと 3.24 で JCB だと 3.27 とかなんだ。
あー、こいつで吸い込まれててぶつかってた。クレカも結構悪どいよね。クレカはね、何が悪どいって、クレカ使った場合に値上げとかしちゃいけないっていうのは、あれは悪どいと思う。待って怖いっつ手数料、手数料利用者から取っちゃいけないとか、拒否ってはいけないとか、悪度すぎるよねあれね。拒否っちゃいけないし、手数料上乗せしちゃいけないしっていう。あれは本当悪どいと思う。
何なんでそっちの出た。よしよしよし。で、さっきの話なんだけど、逆向いた、わらわら。手数料を取るにしてもカードとかの場合は専用の機械が必要だったりとか、スキミングの問題があったりとか、いろんな問題が発生するわけでしょ。信用問題であったりとか、安全性であったりとか、あと店側の負担が手数料だけじゃないっていうところがあったりするじゃないですか。そういう意味で QR の方が、客側としてカード番号をこの QR 決済の会社にしか教えなくていいっていうメリットがあるわけですよ、客側に。QR コードの決済が手数料はカードとほぼ同じなわけで、まあ、3% ちょっとってことね。あ、実家の中に実家が。そんなことある？今クアコード決済の仕組みで問題なのは偽コード仕込めるらしい。ミニ実家。待って、むずい。どうしようかな。わらわら。実家の中に実家がある。この実家強いぞ。これビートじゃね。引きこもりやん。プロペラ回ってんのいやらしい。ミニ。あ、仕事しねえ。この実家、右端から左端にしかジャンプできない。真ん中あたりで着地できないな、この実家。じゃあ、ザコじゃん。鳥はダメだな。実家、壊れた。うわ、いい缶を食べよう。実家に、あ、これ浅間山荘できるんじゃない？ベレポポン。浅間山荘。踏まれる。カップラーメン食えよ。すんごいガチャガチャやってそう。やったか。何？まだあるのか。浅間山荘、わらわら。うわ、ぐるぐるキャンディーみたいな出してくるのが何なんだろう。あ、これこそビートでしょ。これこそビートでしょ。ほら、やれ。あれ、待って、もしかして前回のことを学習して学習して、もしかしてあれかな、ステルス機能をつけたのかな。鳥目では見えないみたいな。鶏目だから、鳥目では見えないステルス機能は。トマホーク、上の方ってことはもうそういうことやね。いて、鳥対策してきたか。鳥か、あ、
当たんねえ。学習してたか。やばいやばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これ実家パンチで殴ればいい。もう実家じゃねえか。パンチ当たんねえ。はっはっはっ。効く。どうか。やったか。ほら土下座しろ。ほら。やったか。え、殴れ殴れ。殴らず。これ懲りてない顔してんな。懲りてない。懲りてない顔してんな。いつもの土下座。お、あ、土下座もうまくなってる。ニュースになった。ニュースに。カプコンタイムズだ。土下座きた。横棒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 。やったー。丸集合丸。逮捕された。しかし牢屋の中で脱獄用ロボットを作っているのかもしれない。しかし平和を愛する心と悪に負けない力を持った。これね、横向いたら抜けるよねこれね。そのリスリ抜けられそう。横向いたらスルって。環境の良い牢屋。やったー。いやードクター X、 あ、ミスター X が、さすがにもう悪さしないだろ。そう、まさかね、ミスター X の正体がドクターワイリーだったとは思わなかったね。パチパチパチ。強かったわ、手強かったわ、ミスター X は。パチパチパチ。ついに逮捕か。ついに逮捕か。むしろ今まで逮捕されてなかったのか。むしろ逆に。ロボット作れる環境を牢屋に作るな、わら。逆に今まで逮捕されてなかったのか。確かに似てると思ってたけど、あんなクスダサいグラサンつけるとイカ役。擬態の新人だった。いつも逃げてたからね。そうだね、今までいつも逃げてたしね。確かに神奈川県警だった。なんやかんやで、なんやかんやで捕まえてはいなかったのか。なんか石に潰されたりはしたけど、角を買われて優遇されてた可能性。やっぱこのマンの紹介がいつもよりもちょっとしっかり紹介してる。シリーズ通して何度か脱獄してたが、ロックマンは優しすぎるから。いつもより多めに紹介しております。ちゃんとなんか専用 BGM になってるもんね。肝心の攻撃方法はみんないまいち単調でしたね。強かったけども。ファミコンでは最後の作品だからね。そうね。あ、そうか、次スーファミだ。実はロックマンがロボットぶっ壊したいからわざと逃がしてるんやぞ。裏金が動いてる可能性もあるな。トマホークマン、あ、トマホークやっと出した。あんま出したくないんだな、トマホーク。今回は、今回は村玉いないんですか？さすがに、さすがに3連続採用されなかった。村田マン。わらわら。あ、ミシェルなんとかって書いてある。この次からのは買うの？まあ、ここまでやったらもう全部やりたいしね。セールしてないかな。90でしょ。やりたいな。7890は多分9しかやってない。30分延長しました。7890シリーズ半分終わりましたね。終わりましたね。ようやくですね。ロックマン X シリーズは X はまあ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 なんかまあまあまあやるとしたら、ね、ほら X の移植はどうなの。なんかアーカイブスとかがいいんじゃない。アーカイブスとかがいいんじゃないかな。ロックマン X 11やる前に X とエグゼとダッシュもやらないとね。
ロックマン X シリーズのアーカイブってどんな感じなんだろう。コレクションはまあ置いとくとして、あ、もう To be continued、 ついに続きます宣言が、続きます宣言初めてじゃないこれ。ゼロとズックスを忘れるなかれ。うわ、ずっと X がすごくやりたいです。ゼロは覚えてない、どんな内容だっけゼロなんてあったっけぐらい。Wii とかであったかな、 X と X2、 俺たちの冒険はこれからだ。 X のコレクションはイージーモードがありますよ。フォルテとかラッターもあったよね。いやいや、でもイージーモードあってもほらコレクションはいろいろあるじゃないですか。なんかねなんかこうまあそのね、移植度的なところとか大丈夫なんですか。ストリートファイターコラボの流行りました。パワーバトルファイターズとかも欲しい。あ、いいね、パワーバトルファイターズ欲しいね。ストリートファイターコラボ、え、やってない、何それ、そんなのあったの。今日はこれからどうするの。なんかまあ、とりあえず7話やんない今日そんな、なんかね、今日ぼーっとしてるから、え、なんでかな、急に寒くなったからかな。ゆるいゲームをやりたいな。いや、でも面白かった僕も。やっぱいいね、スチームのストアページを、ご笑ロックマン、メガマンかな、メガマンレガシーコレクション、この曲は2990円。あ、セールなくてもそこそこ安い。セール中じゃなくても安いね、これ。コレクション2。ありだな。さらに。サントラ買ったのか、わら。さらにレガシーコレクション一応持ってるので、コンボパックを買うと。安くなって2500円になる。ほうほうほう、いいですね。お、アニメがある、アニメ。ロックマン X、 じゃあロックマン8、メタルヒーローズ、スーファミのやつだなこれ。そう、めっちゃ面白い、ちょっと買っちゃおうかな。セールしてないけど、セールしてないの痛いな。で、ネタバレになるか言わないとこかな。ちょっとね、今日はね、ちょっとしたサプライズがあったんですけれども、ネタバレになるから言わないでおきましょうね。なんとね、あのミス、あ、まあまあまあ、ミスター X がね、なんとミスター X がだったんですよ。いや、まさかね。もういいか、そういうのないですね。え、そのミスター X がまさかだったんですよ。
まさかの展開でしたね。まさかの展開でしたね。いやびっくりしたね。びっくりしましたね。さすがにネタバレはなんだって、まさかあの人がね。はい。じゃあドクターナンリーだったんだ。はい、じゃあ放送終了してご飯でも食べましょう。夕飯を食べて、いてらー。はい、なんか放送するかもしれないけど、あんまり真剣には放送しないと思います。今日ぼんやりしてるんで。じゃあおやすみなさい。おやすみなさいじゃん。お疲れ様です。じゃあね、バイバーイ。おつ